寸止めからのゴーンゴーン、ねえ、始めていきましょうかね。全然寸止めじゃないね。どっからやったっけ俺。これが7月14日火曜日、ねえ、何の日ですか。それから早いものでもう1週間が経ってしまった。かすみに告白した次の日からも、かすみの様子はいつもと変わらなかった。普段と明るい、同じ明るい笑顔で、朝の挨拶もしてくる。その変わらなさすぎることに俺は驚いたくらいだ。だが、一週間が経った今でも、かすみから告白の返事は一切返ってこないままだ。あれ？またやらかしたかな俺。混乱。そこでできない。そういうのもない。改めて聞きたい。聞かせてほしい。え？あれ？ちょっと待って。そりゃお前もう振られてるんだよ。セーブし忘れた。ぶっ飛ばしましょう俺を。カット。来た。うげ、今日も暑いな。玄関から外に出るなり、強い日差しが照りつけ、うわっとした蒸し暑さが全身を覆った。合ってるね。朝っぱらからこれじゃ昼くらいには30度後半まで上がりそうだな。今年は例年になく暑い夏になるって前にニュースで言ってたけど、その予報は大当たりのようだ。梅雨明け宣言が出された後からほぼ毎日夕立以外は雨も降らずに晴天が続いている。明日から夏休みとはいえ、こうも毎日毎日暑いと嬉しさ半減だな。うるせえ。じゃあ俺に休みよこせよ。そんなにぶつくさ言うなら俺に半分よこせ。半分でいいから。ねえお願い、100円あげるから。やっぱあげない。早くも額から流れ落ちてきた汗を右手で拭うと、俺は学園に向かって歩き出した。おーっす、おーっす。蒸し暑さに耐えながら通学路を歩いていると、不意にポンと誰かに背中を軽く叩かれた。なんだユウジか。いやー、今日で1学期もおしまい。明日から夏休みだな。すんごい浮かれてる。猿でもこんな顔しないの。夏休みの予定はなんだ、公平たち以外でできたのか。うっさいわい。すげえ、僕ヤンデレの目になってる。その一言だけで他の予定がなかったことを物語っている。どうやらユージは今年も男三昧のようだ。どうもヒロさんはあちらからお誘いがあるということですか。余裕ですね。その顔やめてくれ。怖いんだよな。瞳に光が差してないのってすんごい怖く感じる。別にそうは言ってないだろ。しかも一度に二人とお付き合いできて。うわ、言ったのかこいつに。パワー声が出なって。お前も声でけえよ。殴っちゃった、ごめん。とりあえずこいつの腹に聖剣漬けを入れておく。いや俺の拳がいかれそう。やるな、
ライバルなのか。すごい底辺だな。倒れた。やばい、やばい、倒れちゃった。ただでさえ熱くてぶっ倒れそうなのに、聖剣好きドテッパラにぶちかまして倒しちゃった。あれから5日？結局俺はマスミにもカナにも本当のことを話せず、ずるずると二股を続けている。しかしやはりこいつに相談したのは間違いだけだ。そういえばカスミに振られたと最初勘違いしたのもこいつも言葉からだったし。ったく、バカな真似やってないで早く来るぞ。くだらないやりとりのせいで修行のチャイムが鳴るまでもうそんなに時間がない。俺はユージを置いて先にスタッサとスタバへ行く。間違った。もうこいつのせいだよ。スタッサと釣られちゃったね。学園を目指す。おい待てって。お前もうすごいな。俺だったらちょっとおい俺にも殴らせろって言うけどね。優しいなって言ってもよ、いい加減なんとかした方がいいんじゃねえか。だよね。化け物までふざけてた雰囲気から一転、ユージが少しばかりマジトーンになって出てくる。もしバレたらお前学園で居場所なくなるぜ。それに何よりかすみちゃんがかわいそうだ。そうだな。そんなことお前に言われてなくても分かってるよ。それでも答えが出せないままでいる俺、その答えを後回しにするかのように俺は足早に学園へ向かった。おはよう、ともひろ。すっごい、もう心を洗われるかのような笑顔。おはよう。教室に入るなり、かすみがいつものように元気よく朝の挨拶をしてきた。今日も朝練があったのだろう。最近は俺たちより早く学園に来ている、何の声今の。先ほどユージに言われたことが脳裏によぎった途端、後ろめたい気持ちが迫ってくる。本当は正直に明かさなきゃいけないはずなのに、その言葉が浮かばない。どうしたの？ぼーっとして。だってぶないよ。やばい、な、勝手に喋っちゃった。ばい、あ、みゃ、そんなことないよ。それよりも今日も朝練ご苦労さん。慌てて話をそらす。夏の大会が近いからね。今日も遅くまで練習だってさ。頑張るね。ともひろは今日終わったらどうするの？ゲーセンかな。ほんと好きだよね。デート代くらいは残しておいてよね。デートって言ったか。やべ、鼻くそ出る。危なかったな。へいへい。教室に入って、かすみとたわいない会話をしながら席に着く。しばらくすると担任の先生がやってきて、いつものように朝のホームルームが始まった。というわけで、明日から夏休みですが、遊んでばかりいないで、勉強もきちんとするように。女の先生だったの？おい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 、すべてが真逆。全てが真逆なのよ。貸しって何なんですか本当に。鼻に触るわ。目の上のタンコブよ。お尻の上にも3年よ。最後の何？課題をやり忘れてきた人は夏休み明けにきつい補習が待っていますよ。ありがとうございます。あ、違うの、そういうことじゃないのか。それではホームルームはこれで終わりにします。この後は終業式なので体育館に向かうように。では委員長、号令をお願いします。
誰だ委員長。クラス委員長が席を立ち挨拶をする。委員長の挨拶に合わせて全員で一礼した後、先生は教室を出て行った。さてと、行くとしますか。しますか。まあそうだな。終業式って面倒だよね。だよね。オウム返しにもなってないっていうね。面倒だがしょうがない。俺たち3人もだべりながら体育館へと向かうことにした。終業式終了後、再び先生が夏休み中注意等があり、1学期は無事に終了した。それじゃ、あ、頑張れよ。チャイムと同時にかずみがでっかいスポーツバッグ片手に教室を出ていく。さて、ともひろ、帰ろうぜ。帰るか。ああ、そうだな。ちょうど帰ろうとしたとき、ユージが一緒に帰ろうと誘ってきたので、俺たちは一緒に教室を出ることにした。ともひろ、これからどっかに遊びに行こうぜ。それがね、予定があるんだよな。ともひろ、校門を出た後でユージがそう提案してきた。あ、悪い、俺ちょっと用事があってさ。なんだよそれ、せっかく1学期も終わったってのによ。悪いな、こっちはね、お花が2輪咲いてるんだ、手の裏から。怖っ、想像したら怖いな。手の裏から、手の裏ってなんだ。戦略があるんだからしょうがないだな。その戦略ってのは何なんだ。むちゃくちゃ詮索してくる。ゲーセンだ。バレた。なんか知らんけどバレた。ユージが意味ありげににやりと笑う。しゃーないな、今日はおとなしく家に帰るとすっか。悪いな。俺の意図を理解したユージは一人つまらなそうに帰っていった。その姿を見送った俺はひとまず駅前にあるゲーセンを目指すことにした。肉球ボンボボーン。あ、何やってんだ、何やってんだお前。おお、やっぱゲーセンは涼しいな。むわっとした蒸し暑さから一変、ひやりと涼しい空気が肌を触る。長いこと砂漠をさまよってようやくオアシスを見つけたかのような気持ちになる。駅前のゲームセンターに着いた俺はひとまず一息つける。それからいつもの場所を目指す。さーて、今日もあっちか先かな。お、だいた。起動していたのは1台のみ。その中でゲームをしていたカナに扉を開けて声をかける。おっすー、イカリア長介、なんでここにいるんすか。あ、トモくん。とりあえずそれ終わるまで外で待ってるわ。うん。それから数分後、どうやらゲームが終わったのか、球体の中からカナが笑顔で姿を見せる。今日は終業式だったから空いてる時間に遊べるね。だな。だけどこれから夏休みだからどの時間でも混みそうだよ。うん、かもね。さーて、今日はどうすっかな。
私たちっていいコンビだよね。お、だな。機体の相性もいいしな。何の話してんですか。ゲームの話か。違うよね。ゲームの話だよね。私生活ともにかな。え、まさかのお誘い。まさかのお誘いですよ皆さん。ねえ、まあな。カナの笑顔を見ると時折考えてしまう。純粋に思いを寄せてくれているカナとことを裏切っているという罪悪感。これも全て俺の優柔不断が招いた結果だというのは十分に分かっている。だけど決められない。いや、言うなればどちらも傷つけたくない。だが言わなければどちらも傷ついているのと同じ。けれども、どうしたの、トモくん。難しい顔して。さっきと同じなのよ、展開が。不意にカナが俺の顔を覗き込んでくる。いや、期待をどうしようかなって思ってさ。なんとか適当にごまかす。この選択が間違っていることぐらい俺だって知っている。だけど俺と一緒にいられることを楽しみにしているカナを悲しませたくない。せっかく俺の気持ちを汲んでくれたカスミも悲しませたくない。そんな葛藤が続く毎日。じゃあやろっか。いつも通り援護をよろしくね。任せなさい。誰？任せとけって。とりあえずはカナとのゲームを楽しもう。未だ答えを出せない問題を後回しにし、俺も別の球体に入るのだった。それからだいたい1時間後。そろそろ帰ろっかな。今日の夕食当番は私だし。食わせてください。もう毎日なんかドッグフードとキャットフードと雑巾をなんか染み込ませたご飯しか食ってないんです。囚人たちの方がまだマシじゃねえかっていうご飯を食ってんです。俺が作ったらそんなご飯になるんです。助けてください。カナんちってご飯作るの当番制なの？うん、お母さんとお姉ちゃんと私の3人が交代交代で作ってるんだ。素晴らしい、素晴らしいって感じだよね。どこの敵キャラ？へえ、っていうかお姉ちゃんいたんだ。そうなんだ。きっとカナに似て可愛い、もしくは美人なお姉さんなんだろうな。じゃあ俺も今日はここまでにしよっかな。カナが切り上げることにしたので俺も一緒に切り上げることにした。なら途中まで一緒に帰ろっか。いいですね。そうだな。ゲームセンターから外に出るなり、再びもわっとした蒸し暑さが全身を覆う。昼過ぎの3時頃まではまだ全然涼しくならない。うわあ、怪物が出てきた。もしかしてトモくん、暑いのダメなの？そうなんです、全然ダメなんです。気だるそうにしている俺にカナが聞いてくる。自慢ではないが俺は夏が大嫌いだ。というより暑さに非常に弱い。去年の夏休みも日中クーラーをガンガンにかけて眠り、日
日が落ちて少し涼しくなると夕方頃から活動を開始するといった生活を送ってきたほどだ。私は春が一番好きかな。暖かくてそよ風が気持ちいいし。ねえカモくん、来年の春になったらお花見に行こうね。お花見、お花見やった記憶がございません。行ってみたいです。春は花粉症が。それは大変だね。つくづく俺の体をわがままにできているな。そんな他愛ない話をしているとすぐそこにある駅の改札にあっという間に着いてしまった。タマ君は今度いつが空いてるの？いつっていうか夏休みは基本空いてるよ。やめとけやめとけ、決めとけ決めとけ、かぶったらどうすんだよ。あのすみさんがいるでしょ。夏休みに一度くらいはトモくんの家に遊びに行ってみたいな。これはもう誘われてますよ。いげ、何応援してんだろう。いいけど、前日に言ってくれないと俺も片付けは間に合わないから、そこだけ注意な。そんなに部屋が散らかってるの？すんごい丸まったティッシュばっかですよ。あ、嘘です。まあね、まあねって散らかっているかどうか聞かれれば、俺はそんなに散らかってはいない。しかし同じ男性ならわかるだろう。他人に見られたらまずいものがあること。なるほど、犬の小指ですね。怖い、急にギャルゲーからホラーゲーになった。そしてそれを絶対に見つからないような場所に隠さなければならないことも。なるほど、小腸大腸に隠しましょう。だからグロいんだって。グロいのよ。どうやって隠すの？その意味の片付けなのだ。じゃあ行けそうな日が分かったら連絡するね。なあ頼む。夏休みはゲーセンだけじゃなくて他の場所にも遊びに行こうね。行きましょう行きましょう。もうそうだな、さっきから一言だけだな。一言だけなのよ。もうちょっと喋ろうぜ。終わっちゃった、終わっちゃったじゃない。またね、一言、一言返し。笑顔で手を振りながら改札を通っていくカナ。カナは隣の駅の近くに住んでいる。学園はその間の駅にあるらしいが、なんでもその周辺にはゲーセンがなかったのでここまで来ているらしい。お腹空いたのか？俺は念のためカナの姿が見えなくなってから辺りを見て、細かし方下手。よし、自分の学園の制服のやつはいないな。クラスの中で人気がある霞の彼氏となれば、当然自分の顔も名前も知られているに違いない。だからこそ今の状況を知られるわけにはいかない。常に警戒しろ。俺バレればまずいんだ。俺カフェ、俺やかましい。さて俺も帰るか。とりあえず今回も誰かに見つかることもなかったので、俺はほっと胸をなで下ろし、キャロ目指すんだった。やべ、クン、ワン。もう右肘と左肘が喧嘩しだしたからちょっとやめるわ。クン。